ザ・ウラディミール・ティアラを着用した英国女王及び英連邦王国の女王エリザベス2世ティアラは頭頂部に着用する装飾品タイアーラとも言うティアラは抗義のクラウンの一種である抗義のクラウンにはティアラの他にリース、コロネット、ミトラ、ダイアデムなどを含む一方、礼装においてティアラは狭い意味でのクラウンとは区別される クラウンもティアラも冷蔵に用いられる装飾品であるが、クラウンは第一冷蔵用の装飾品である。これに対してティアラは第二冷蔵用の装飾品である。ティアラは西欧ではデミコロナルトも称する。第二冷蔵用のティアラは第一冷蔵用のクラウンとは異なり、装飾が前面のみのバンド型で後面には装飾を持たないという特徴がある。したがって横身が すっきりと拡張を高く仕上がるようなヘアデザインとの組み合わせが想定されている。ティアラには後部に足と呼ばれる金具がついており、着用時には足の部分を紙かベールで隠す。ティアラは西欧の王室や日本の皇室などで礼装に用いられることも多い。古くから女性皇族が成人になってティアラを作る場合、御用達技能者の数名が作品を献上し、 出来栄えによって選別したり、特定の業者が契約していた。競争原理を取り入れた近代においては、官人親王の次女、陽子女王のティアラ作成時から入札が始まり、秋篠宮の長女マコ内親王のティアラは、高級宝飾品などを扱う東京、銀座の和光が落札した。秋篠宮の次女過去内親王のティアラに関しては、2890万円の予算を計上し、 初めてデザインを公募、審査委員会による協議の結果、三木元が製作業者に選定された。ティアラは、拡張の高さや上品さから婚礼などのヘッドドレスとして人気がある。現存するアンティークジュエリーなどにおいては、裏の部品を付け、外しすることによって、ネックレスやブローチとして着用できるものも見られる。ありがとうございます。